熊本県の皆様、安倍晋三でございます。本日はこの雨の中、わざわざこうしてお集まりをいただいたこと、厚く御礼を申し上げます。本日からいよいよ参議院選挙スタートします。私はどうしても第一声を熊本から発しようと、このように考えました。それは震災後、一生懸命復旧に向けて頑張っておられる熊本の皆様を少しでも励ますことができれば、そして熊本の復興に対する私たちの強い意志を全国に発信しよう、そう考えたところであります。熊本におきましては、一昨日の大雨によって尊い犠牲者が出ました。改めて大雨被害によって犠牲となった方々に対しまして、ご冥福をお祈りしたいと思います。また熊本地震によってお亡くなりになれた方々に対しまして、哀悼の誠を捧げ、すべての被災者に対しましてお見舞いを申し上げたいと思います。発災来、我が党の候補者である松村さんは、一日でも早く復旧復興が進むように全力を尽くしてくれました。地域の情報を日々官邸に上げ、対策本部に上げ、きめ細かな対応を進めていく上においては大きな力となってくれました。松村義文さんは小規模事業中小企業の経営者として現場を大切にしてきた。その感覚において、今回も現場を大切にし、被災し苦しむ人々の立場に立って行動してまいりました。どうかこの松村さんを再び国会に送っていただきますように、まずもって厚く御礼を申し上げる次第でございます。我々一日も早い熊本の復興を目指してまいります。農地も被害を受けました。中小企業も被害を受けました。さまざまなインフラが被害を受けました。現在避難所においては、いまだ6000名の方々が困難な生活を強いられています。少しでも早く安心できる場所に、住まいに移っていただくように、私たちは今全力を挙げております。仮設住宅の建設も急ピッチで進んでおります。すでに入居が始まっている。多くの皆さんに一日も早く、これからも安心して住める住まいに移っていただけるように全力を傾け、さらに皆さんが震災前の笑顔を取り戻し、安心して暮らせ、そして明日に希望を持てる熊本を、そして加藤清正公以来400年にわたって熊本を見守ってきたこの熊本城が、あの威厳を再び取り戻す日がやってくるまで、我々は全力を尽くしていくことをお誓いを申し上げる次第でございます。今回の選挙戦の最大のテーマは経済政策であります。野党は口を開けば批判ばかりをしている。アベノミクスは失敗した、そればかりであります。しかし本当にそうでしょうか。我々は政権を奪還し、3年間で雇用を110万人増やし、そして有効求人倍率は24年ぶりの高い水準、それも東京だけではなくて全国各地で1倍を超える状況を作り出すことができました。この熊本県においても 1.27 倍、100人の職を求める人に対して127の仕事がある、この状況を作り出すことができました。賃金も上がっています。3年連続今世紀に入って最高水準の賃上げが
続いています。パートで働く皆さんの時給は過去最高となっています。それは私たちが3年連続最低賃金を引き上げてきたからであります。この熊本県においても3年間で41円最低賃金は上がりました。では批判ばっかりしている民進党政権時代の3年間はどうだったか。23円であります。我々は民主党政権時代の約倍最低賃金を引き上げることができました。民進党政権時代は10万人雇用が減っていた。あれから私たちは3割中小企業の倒産を減らしたんです。まだ確かにアベノミクスは道半ばであります。しかしだからといって今この政策をやめてしまえば、あの3年半前、4年前の暗く停滞した時代に逆戻りすることになっていきます。今年4月高校を卒業した皆さん、大学を卒業した皆さん、就職率は高い水準です。大卒者の就職率は過去最高、高卒者は24年ぶりの高い水準になっています。やるべきことはしっかりと今の政策を力強く前に進めていくことであります。この選挙戦問われているのは、この経済政策を力強く前に進めていくのか、あるいはやめてしまってあの若い人たちが頑張っても頑張っても頑張ってもなかなか就職できなかった暗く低迷した時代に逆戻りするのか、それを決める選挙であります。安全保障政策においても民進党は共産党と共にこの選挙を戦っています。共産党はあれだけ頑張った、地震の際注意を怠らず頑張ってくれたあの自衛隊は憲法違反だ、昨日も明確にそう言った、そして将来解散する、ここまで言ってしまっているんです。こんな無責任な人たちに私たちは子どもたちの未来を託すことはできません。この戦い、前進か後退か、力強くこの政策を前に進め、日本を成長させ、地域を豊かにしていくのか、みんなが良かったな、景気の実感を感じ取れるような、そう日本を作っていくのか、あるいは4年前に逆戻りしてしまって、中小企業が今よりも3割多く倒産している、若い人たちがなかなか就職できない、企業がどんどん海外に逃げてしまった、あの暗い低迷した時代に戻るのか、それを決める選挙であります。私たちは松村さんと共に前進を勝ち取っていきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いを申し上げます。総理ありがとうございました。